選抜として、はい、選ばれて、そうですね、今日発表で、うん、そう、なんかね、みんな、そう、なんか私がね、3作連続に選ばれているから、次のシングルはどうなんだろうとか、まあ、選ばれてほしいとかね、すごい言っていただいたり、次は、毎回毎回次のシングルはどうだろう、次のシングルはどうだろうってね、まあ、不安にさせてしまう、まあ、感じなんですけれども、まあ、今回も選んでいただいてね、なんか自分のね、存在っていうか、自分の頑張りっていうか、まあ、なんか自分の生き方っていうか、まあ、評価されてるのかなって、まあ、思えて、まあ、とても嬉しいです。そう、でもね、そういう頑張りっていうのは、やっぱ応援してくださる皆さんがいるから頑張れますし、まあ、皆さんの頑張りもすごい私の全てにつながっているので、そう、皆さんのおかげで選抜に入ることができております。ありがとうございます。うん、嬉しい涙です。だって出して出してみてごらん。そうですね、応援頑張る、いや、そんなね、まあ、頑張って応援してもらうっていう感じではなく、まあ、こっちがね、皆さんの、私から皆さんが大こと応援できたらいいなと思うので、皆さんはそのままで、まあ、行きたい、まあ、行きやすい感じで生きてくれたら私は嬉しいです。うん、ね、今日はそのね、報告ができて、ファンの方にね、喜んでもらえてとても嬉しいですうん、明日もおめでとうが言いますって、お、今日たくさんおめでとうって言ってください。うん、代理おめでとう、ありがとう、嬉しい、みんなもおめでとうお代理応援してくださる皆さん、おめでとうございます、おめでとう嬉しいですか、皆さん嬉しい、喜んでますか、もしかして、もしかしてだけど喜んでますか。もしかしてだけど嬉しい、だってエリちゃんより喜んでるマジで、いや嬉しいです、ありがとうございます、よかった、喜ばせることができて嬉しいです。いつ聞いたの、だって、うーん、いつだろう、先月、ちゃんと聞いたのは先月とかかな、うん、ラグビーしたの、してない。お話し会おすすめの日ありますか、だって私も今日知って、まだいつやるかとか分かんないけど、とりあえず、まあ、クリスマス付近は、まあ、やるっていうのは知ってる。うん、幕張一部またありますだって、ふざけん嘘でしょ、本当に、あら、え、マジで、え、あら、
も幕張大好き。どんな曲かまだ知らないだって。まあでも撮影はしてきたので、どんな曲かは知っております。うん、幕張が遠いですね、千葉なので。うん、最初に選抜に選ばれて、そうすごい嬉しいですしね、4作も選ばれるってどんな曲ですかって言えません。秘密です。武道館も楽しみだよね。私も武道館あるのはさ、さっき知った。コンサートたと楽しみ。楽しみです。あと握手会になったっていうのもね、すごいよね。こうやって握手するんでしょ。楽しみです。なんかすごいエアコンがミシミシ言い始めたんだけど。手袋で握手ってどんな感じだろう。だってどうしよう、私手がマジで弱いからさ、ビニール手袋で手荒れそう。軍手かな。え、待って、本当に何の音？エアコン壊れたかな。うん。ね、明日はお話し会よろしくお願いします。これから横浜を迎えます。待ってます。そうね、今回の選抜ね、また16人選抜で、そうですね、うん、ね、16人選抜に選ばれるっていうのは、まあ、ずっと夢でもありましたし、いつかは絶対に16人選抜に選ばれるぞってマジで初期の頃からずっと思ってて、こうやってね、なんか16人選抜に今自分がこうやって選んでいただけてるっていう、なんかありがたいしですね。うん、そう、でもまあ夢は叶えたけど選抜に入るとかね。でもこっからね、まず自分として、まあ、ずっともがいてはいますけれども、自分としてのやりたいことだったりね、自分が自分をどうアピールできるのかとかまだ考えてね、まあ、AKB のために頑張っていかないとって思いますし、うん、まあ、自分は責任を持ってね、こうやってアイドル活動してますし、本当に責任持って AKB のメンバーとして生きていますし、うん、なんだろう、
そうですね。まあファンの皆さんはまあね、私が何をしても喜んでくれると思いますけれども、本当にね、信頼して応援してくださっているファンの皆さんがいるからこそ、こうやって頑張っていられるというか、まあこうやってね選抜に入れたりもしているので、皆さんがこれからも生きやすい地球であるように、これからもっと住みやすい地球であるように、私も地球温暖化を抑えつつ、まあいろいろ環境のこととか考えながら、これからも頑張っていきたいなと思います。うん、選ばれることが自分はまあ当たり前だと思ってないですし、まあ次は選ばれないだろうなとも思いますし、次は選ばれたい、まあ、選ばれたい50、選ばれないだろうな50みたいな感じでね。そうでも自分は自分であり続けることが一番だと思うし、そうですね、自分でいたい。うん。そうでね、62枚目のシングルの選抜には選んでいただけたので、このシングルはねとてもとても大切にして、 AKB48 もすごく変わっていく時期だと思いますし、チームが休止したり卒業していくメンバーも多い中で、自分はまだそういう道ではなく AKB にいて、AKB のために頑張れよって、責任持って努力し続けて AKB のためになるように頑張ってくださいって言われてるようなものじゃないですか、残っているからこそ、残っているからには。だからね、62枚目のシングルの期間はもう本当に AKB48 がもっともっと良くなるように、まあ、自分自身もたくさんの方に認めていただけるように、まあ頑張りたいとか、頑張るっていうのはね、言葉で言うのは簡単ですし、頑張るって難しい、なんか言葉では簡単だけど、自分は頑張っててもさ、他の人から見たら、まあ、頑張ってないとか、自分は頑張ってないと思ってても頑張ってるとか思われたり、まあ、そういう頑張るっていうのは難しいですけれども、なんかね、誰か一人でも救えるような、笑わせられるような、まあ、存在でありたいなとは思います。なんかメイク変わった、だってそう今日メイクしていただいたんですよ昨日も、
とね、今日はでも早起きだったのですっごい目がシパシパしてます。うん、うん、あ、またエアコンがミシミシ言い始めた。うん、目元キラキラだって。ありがとう。明日話す内容が増えました。よかった、うん、よかったです。新曲楽しみにしていてください。9月27、新曲楽しみだって。嬉しいです。うん、選抜おめでとう、ありがとう。新曲どんな感じか体で表現してください。なんだろう、新曲どんな感じか、こんな感じです。外れて、勝手に外れてる。武道館でコンサートがあります。いつかはちょっとわかんないんですけど、なんか3日連続であるらしいです、コンサートが。私もさっき知ったんだけど、武道館でコンサートあるって。みんな知ってたんかな、私だけ知らなかった。10月20日から3日間あるらしい。知らなかった。公演曲理科は楽しみ。長い光、長い光、長い光。2年連続で武道館ってすごないね。すごいね。嬉しいです。AKB48 コンサートがまずあるっていうことが。やっぱコンサートね、したいよね。コンサート大好き。うん。レッスンとかまた忙しくなりそうだね。確かに。でも楽しみ。明日お話し会、何着よう。楽しみ。じゃあ今日の配信はこれで終わろうかな。皆さん配信見てくれてありがとうございました。これからも AKB48 の愛をよろしくお願いします。では最後におランキング読みたいと思います。いき
きます。13位慎吾、12位ごめん先生、11位日野と、10位筋肉愛好家、9位トール、8位みやちゃん、7位クロワ、6位マーアットだし、5位ひとくまさとる、4位サバ太郎、船太郎、3位グルジェフ、2位みほ、そして1位は東京のスワン。ありがとう、船太郎、ありがとう。ということで62枚目のシングル楽しみにしててね。バイバーイ。